それでは四季包丁について簡単にご説明申し上げます。京都の御所、宮中に伝わります食の儀式でございまして、このような形が出来上がりましたのは平安中期以降、藤原道長頼通の方でございます。当時の貴族公家、また武士によりまして今日まで綿々と伝わってまいりました。手前どもの方は豊臣秀吉公が天下を取られまして、自分の御養子とされました御用瀬天皇の弟君、八条宮に従属いたしまして、後に京極宮家、また有栖川宮家と経過いたしまして、生きる間と書いて活間流と申します。これは節制の折々に、節制と申しますと皆さんご存知のように、最近ではご節制になってございます。奇数の月の奇数の日に該当いたしますが、砕けて申しますと11335577799、このような節制の折々に魚の切り方でもって随所表現、おめでたい形を表現したものを式包丁と申します。これは直接手を触れずに包丁刀とまな箸を用いて執り行う儀式でございます。ただいま行いましたのは鯉を用いまして真言の鯉と申します。また他にはですね、三鳥五行、三つの鳥、五つの魚と書きますが、最近ではもう保護鳥、禁鳥でございますので、使用することはかないませんが、白鳥、鶴、キジなどございます。また魚でしたら、ただいま行いました鯉以外にはタイ、ススキ、ヒラメ、マナガツオなどございまして、三鳥五行と申します。ただいま行いました、先ほど申しました、真言の鯉と申します。人間の五臓でございます。生命線、細く長くという意味合いがございますし、もう一つは伊勢の二見ヶ浦ですね。伊勢の二見ヶ浦で、夫婦の絆、夫婦という和ですので、夫婦の絆とか子孫繁栄を表現いたします。また式包丁ができた由来と申しますのは、本来、魚でも植物でもそうですけど、お野菜でもそうですけど、命を途絶えたら死骸に見なされまして、それを、平安時代、儀式を用いて食材に持ち帰るというですね、置き換えるという意味合いがございまして、生まれたとも聞いております。また周りに巻物を出してございますがですね、こちら長い方は、江戸時代に入りましてですね、2代目将軍秀忠公が3代目将軍家光公に将軍職を譲り渡す時にですね、5日間行った時の献立ですね。そこの最初の方に、昔は料理人ではなくて包丁人と呼んでまして、一番最初の方に最初に指揮を執っていたんですかね、うちのルーツと申しますか、生間庄左衛門手代二十人とか書いてございますけど、ずっと包丁には出てまいりますけど、最初の方に書いてあるんで、総指揮を執っていたんですかね、料理の方は。そんなんで江戸期と、お献立になってますけど、では式包丁の方は私の方が正面になりますので、どうぞこちらの方からお近くでご覧いただきたいと思います。寒いですので、徳川家康公ですね、が本能寺の変の2週間ほど前に退職した時のお献立とは違います。徳川家康公が、もう戦国終わりの頃、武田軍を打ち破って二条城が日の目を見たというのは大政奉還の時ですかね。もう明治に近いですけど、その時に日の目を見たのは二条城、こういう時ですかね。よくお分かりの赤穂浪士をよくお分かりやったら、この三河とか螺鈿とかですね。京都御所で、行った時のですね、献立とか、その時も式を取ってたんですけどね、うちのおじいちゃんたちが。